出てきた。うわ、なんか出た。もげー、エースになったちまった。ちょ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 、おさつはい、どうも、杉です。今回ですね、横打ち新打ちの方じゃなくて、まあ、こっち本家の方ですね。はい。本家の方なんですけども、友達ブック見たらわかるか。はい。本家の方なんですけども、ね、本家妖怪の方を、本格的に、本家妖怪のレアな奴らを本格的に捕まえていこうかなと思って、で、まずはね、ここはね、大森山の、どんこ池のところの、横かな横にね、どこかわからへん。ここら辺に、あいつ、釣られたローマルをゲットできる場所が、あるらしくて、どこなんや？わかんね。ここ？わかんねえの。あれらしいわ。ちょっと待って、一個手順が間違ってた。な、まず最初、その、釣られたローマルを出すためのクエストを受けないといけないらしい。で、それが、大森山の山頂にあるらしいわ。じゃあ、とりあえずそれ行くわ。あ、多分これや。これじゃね？大森山は本当にいい景色ね。あ、そうそう、君。大森山のふもとに、どんこ池があるのは知ってる？最近ちょっとした噂が流れてんだけど、聞きたい？これや。金のこけし、銀のこけし。聞きたいでしょう。じゃあ、お姉さんが教えてあげましょう。どんこ池には守り神がいるらしいの。上流にある山神の滝に住んでるって話よ。どんこ池の守り神？そう、でも噂はここから。その滝に鉄のこけしを投げ込むといいことが起きるらしいの。いいことって何？さあ、わかんないわ。幸せになれるとかじゃないかしら。たね、守り神は絶対にいるわ。だって私行ってみたのよ。そしたら誰もいない滝でボソボソ話し声が聞こえたの。よく聞き取れなかったんだけど、あれは守り神に違いないわ。どこ行けの守り神ですか？ちょっと気になりますね。鉄のこけしを持って滝まで調べに行ってみます？行きますか。で、これか。オッケー。これでやっと行けるようになると。で、戻るか。お、なんかけしからんって言ってんね。誰だ？ゴミを投げたやつは。あれもしかして、鉄のこけしってさ、いいことが起きるんじゃなくてさ、ゴミを投げたと思われてるんじゃん。さあさあ、それでは鉄のこけしを投げ込んでみましょうか。はい。これ、ゴミを投げ込まれてると思ってるんじゃん、これ。おぬち、金のこけしを投げ込んだか。え、これ正直に答えた方がいいの？いや、でもこれはね、多分ね、童話のね、金のの銀のの、と同じや。いいえって答えよ、正直に。いいえ、鉄のこけしです。そうか、ならば、銀のこけしを投げ込んだか。いいえ。鉄のこけしです。違うか、ならば鉄のこけしを、投げ込んだのか。そうです。お主、正直じゃな。何かもらえると思うのか。そんなわけないだろうが、ゴミを投げ捨てるやつは許さん。え、結局戦うの？出てきた。うわ、なんか出た。池にゴミを投げ込んだのは貴様か。あ、やっぱ戦うんや。これでもな、1日1回イベントって聞いてるから、普通に戦って倒さなきゃいな、まず。ちょっと待って、これなんかクソみたいなパーティーになってますわ。これなんこれ。まあ、ガチ天狗いるから。ガチ天狗いますから。ガチ天狗いるから大丈夫。ガチ天狗がね、レベル、なんぼや。6、70か。多分大丈夫。推定レベル27とかやってるし。ちょっと待って。ナマズ、こっちだけちょっと出しとこう。ちょっと待って、これ配置がうんこすぎる。あ、こうか。こうの方がいいや。こうしよう。はいはいはい。まあそうなるよな。そうなっちゃうよね。オッケー。もうこれは釣られたローマルだけでいいと思うわ。さあ、あ、青はオッケー、青はオッケー。これで釣られたローマルできるよ。狙うわ。オッケー。あのね、このデータね、ガチ天狗とモテマクールはね、俺の真打ちのね、本若からね、2人持ってきたんよ。うん。それ以外はこっちで捕まえたんやけど、この2人以外だからクソなんよね、レベルが。この2人以外、レベルがクソすぎんのよ。うん。こいつら、こいつ、あ、これはね、はい、受けてもらおう。後ろに。そう、こいつらはね、しっかりね、育てたやつを持ってきたからあれやねんけど、それ以外はマジでうんこなんよね。うん。さあ、ちょ、行ってくれな、これな。多分行けるやろ、余裕やろ、多分。もう、ね、あ、こいつしか狙わへんよ、もう。釣られたローマルしか狙わへんよ、こんな。モテマクールはね、なんで連れてきたかって言ったら、やっぱりあれよね。こっちでさ、わざわざモテマクールをね、モテマクールがキュンタを捕まえるのがめんどくさいなと思ったから、先に連れてきたもん。うん。で、ガチ天狗は全体攻撃やって、で、なんか、余分に余って、2体持ってたんよ、天狗。だからもうこいつでいいやと思って、こいつ持ってきた。うん。元祖の方はね、一応ね、でもね、全員、吹雪姫パーティーで元祖クリアしようかなと思ってるから、ストーリー。
あれは吹雪姫以外持ってくるつもりないかな。うん。おいおいまた捕まえるときにモテまくるとか、花ほじ持ってきたらよかったなと思ったわ、最近。うん。あれが取り付きができん。こっちのデータ。うん。で、今から持ってくるのめんどくさいから、もうこのまま行くねんけど、結構きついかもしれない。うん。でも取り付き系おらんかったらやっぱきついな、やっぱ。捕まえんの。すぐできんからな。おい、オッケー。まずは倒さないかんと、普通に。で、この後やな、多分。まあ、のぼせとんまんはさ、普通に仲間になってくれたんやけどさ、こいつは多分な、そんなすんなり仲間になってくれなさそうやから。一日一回バトルってたから多分何回もやらなあかんねん、これ。なんでわしがこんな目に、いつもいつも人間勝手すぎるんじゃ。あんなゴミを投げ捨ておって、なったように頭に当たりおる。ゴミ、もしかして鉄のこけしのこと？そう、それじゃ、お主、ナイコンだ、ナイコンじゃだ、ナイコンじゃ、ちょぶしゃば。うん、ごめんなさい。まったく町の方で流れとる変な噂のせいじゃ。毎日のようにこけしが投げ込まれて、タンコブだらけじゃぞ。もう我慢の限界じゃ、見つけたら大声で怒鳴りつけてやるぞ。本当にごめんなさい。反省しとるようじゃな。まあ許してやろう。ただしこれからは絶対ゴミを捨てんことじゃ。うん、絶対にしないよ。よろしい、息は大切にじゃ。それはそうと、お主なかなか強いな。わしの喧嘩仲間にならんか。なあに、たまにドンパチやるだけじゃ。これこれ、そんな嫌そうな顔するじゃない。こけしを投げ込んだ罰だと思って付き合ってもらえるからの。ああ、これ。これ一日、ああ、めんどくせえ。これ、ウィンボスと同じパターンや。また明日やらなあかんぜ、これ。ザラトロマルさんもストレスが溜まってるんでしょうね。こけしを投げ込んだのは本当ですから、そのくらい付き合ってあげましょうよ。はーい。うわあ、めんどくせえ、そっちパターンや。ああ、明日もっかいやらなあかんぜ、これ。現実の方の。リアル時間明日やらなあかんぜ、これ。よっしゃ、次はね、これ、ハンバーガーショップなんですけども、そう、ここにコマさん S がいるんよ。このコマさん S を仲間にしていこうかなと思うわ。よっしゃ、行くぞ。もげー !S になったちまった、おさつもう夜中の2時やねんか。これぐらいでやろう。うん。うわ、落ち着いて、何があったの？おら、朝起きたらなぜか S になったずら。S？ ウィスパーの S？ ウィスパー、S がスカープレッシャー？あ、女子は、さすがせいでーあれせいでーこんな、落ち着かってやるぜつけー俺とバトルして、この門芸刀を、こっちやってくださいよし、行こう、やろ。はい。オッケー。セーブ写真、いいっしょ。うん。もう無理。夜中やね。もう、回らん。滑舌がね、もう口が回らんの、夜中は。きついよ、夜中は、ほんまに。これでね、やっぱ死ぬよな取り付いてくれたらありがたいなと思ったんやけど、やっぱ死ぬよな。あ、そっか、サボりがあんのか。あ、そのパターンあんのか。忘れてた。そのパターン忘れてた。サボるパターンあったん。え、ちょっと待って、強くね。あれ、ちょっと待って。あ、ちょっと待って。手加減して。あれあれちょっと待って。あれコマさん、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 お前ふざけんなよふざけるなふざけんなよ、お前ハート出てるやんけ。こんな強いの、コマさん。コマさん、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 いいよ、コマさん。コマさん、ちょっと待ってや。コマさん、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 待て待て、コマさん、あれきつくないですか、コマさん、あれ、コマさん、コマさん、コマさん、あれ、コマさん、ちょっと待って、コマさん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 、ごめんぜーん。ですね、僕の方、新内の方から、まあ、ほんまかの方から、何台か連れてきました。強すぎます。思ってるも強かったです、コマさんが。インキョロチと、ホージーちゃん、連れてきました。で、花ホジンで、目、つつくできるようにして、で、まあ、花ホジン、取り付けれたら、行動不可能にすることができるから、たまに。それも強いかなと思って。で、まあ、メインのインキョロチはね、はい、もうずっとね、共にね、過ごしてきたインキャローチを使っていこうかなと思うんですけども、いや、まさかあんな花欲しいんじゃない、コマさんやつが強いと思わんかったわ。これ推定レベルというかさ、適正レベル
ビル何本ぐらいなの？コマ 3S って。俺あんま知らんねんけど、強いのよな、普通に強いよな、なんか普通に強いですよね、あなた。まあでも極楽の術があるからね、こっちには。はい、まずは続くでハート出して、こっちちょっとあれやな、ホージーちゃんが取り付いてくれたら結構ありがたい。いいね。これ取り付いたら行動ができなくなるんだよね。めっちゃお払い早いわ。ビビるぐらいお払い早いわ。ビビるぐらいお払い早いやん、あんた。うん。早ない、お払い。まあ、これでね、まあ、ゲットできるまでやっていこうかなと思います。おっしゃー、来たー。なかなか強かったけど、逆に言ったらこいつ仲間にして、これから先キュービとスラレタローマルと大釜やったっけ仲間にするってなったら、案外こいついきなり即戦力やからありがたいかもしれん。来たー、コマさん S。 よし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 よっしゃー。あとだから釣られたローマルとキュービと大釜をゲットしたら本家は終わりです。はい、本家が終わりです。よっしゃ、ここかな、この理科室。お、なんか話してんな。ここの理科室のこのクエストを受けると確かキュービをゲットできるクエストになるらしいんだけど、なんか話しとったら今なんか話したけど何やったやろ。これやな。あーかっこいい、あなたもそう思わない、ファンクラブの会員。え、何が？先生よ、理科の先生、素敵なメガネにクールな眼差し、かっこよすぎる。うん、そうだね。あんまりあれか、主人公興味ない感じか、色恋沙汰に。やっぱりあなたもそう思う、実はあたしたちは先生ファンクラブの会員なの。え、これ小学校よな、小学校やろ、小学校で先生のファンクラブができんの。理科の実験の、じゃ理科の先生ってことあるよな、キュービーよな、多分この人やろ。先生の全てを知るために作られた、私たちによる、私たちのためのファンクラブよ、エゴ。エゴの塊。あ、うん。何よその目は。え、まあいいわ。あなたちょっとファンクラブのお手伝いをしてくれない？これか。推定レベル65、ファンクラブなかなかいかちいな。ファンクラブなかなかいかちいな。ありがとう、優しいわね、あなた。どう、あなたもファンクラブの会員になってみない？いや、それはいいかな。そう、せっかくコキ使って、いえ、なんでもないわ。とりあえずあなたには、調べてきてほしいことがあるの。それは先生の趣味よ。趣味って好きなこと？そう、それを知っていれば、先生との話がもっと楽しくなるわ。そんな直接聞けばいいんじゃない？あなたダメね、何にも分かってない。聞いちゃったら先生のために話題を準備でき、してきましたっていうのがバレバレじゃない。自然なきっかけが必要なのよ。うわ、マジで狙いに行ってるやん、ガチで狙いに行ってるやん。これ、ここでキャーキャー言ってたら、バレバレだと思うけどな。確かに。ということで、あなたさっさと、調べてきてちょうだい。え、調べるってどうすれば？夏休みだけど、桜台小学校には先生が遊びに来てるはずよ。え、片っ端から聞いてもらえばいいじゃない。ほら、行った。え、先生って直接聞いてあかんのこれ。ここやろ、多分こ理科の先生、この人やんだって。理科の先生、あの女子たち、夏休みなのに毎日僕に会いに来るんだ。困ったもんだよ。これでも理科の先生も理科室で何してんの？あんまない、あんま、あの、あれよ。小学校の先生、てか、小中高の先生って実験せんよ。せえへんよ。小中高の人たちは教えるのメインやから、あんま実験せえへんよ。これかな。理科の先生の趣味、うん、趣味とかどうかわかんないけど、この町の歴史に興味があるみたいだぜ。前に図書室で歴史の本を真剣に読んでるのを見たんだよ。っていうか、お前あれだろ、どうせ先生のファンクラブに捕まっちゃったんだろ。ほんと迷惑だよな。まあ軽く流すのが一番だって。こいつももしかして捕まったんかな、一回。理科の先生は歴史が好きなんだ。それなら社会科の先生になればよかったんじゃないですかね。それとこれとは別だと思うよ。そうだから先生って別にその小中高の先生はな、理科の先生やからって言っても、そう実験してるわけじゃないからな。うん、教えるのがメインやから、なんで理科室に行ってんのマジでな。あ、ここじゃね。理科の先生の理科の先生、この町の歴史に興味があるって。ああ、そういえば思い出した、だいぶ前お稲荷さん通りについて聞かれたことがあったの。昔は桜町のお使い横丁に小さな、稲荷神社があったらしいんだけど、今はもうなくなっちゃってるの。教えてあげたら残念そうにしてたよ。その後も稲荷神社について知ってる人がいないか探してたみたい。
稲荷神社のことが分かれば先生と話すきっかけになりそうだけど、でももうないんだよね。鈴木、鈴木本ちゃん、俺がさ意味わからん名前にしたせいでさ、ウィスパー何言ってんじゃんこいつと思ったけど、鈴木本家ちゃん、これ俺の名前適当につけすぎたな。鈴木本家ちゃん、なるほど、そう呼ぶんや。何か忘れてません？私たちなら過去に調べ、私たちは簡単に調べますよ。なんせ過去に行けちゃうんですから。あ、そっか、過去の桜町なら稲荷神社があるのか。それに稲荷神社のことを知ってる人にも、人もきっといるはずです。さあ、これで次の目標は決まりましたね。それでは行ってみましょうか。うん、なるほど、じゃあ過去行けばいいんか。あー、はい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 。で、ここね、あ、いるやん誰か。ねえ君、ここの神社の神様って知ってる？うん、お狐様でしょ、有名だもん、知ってるよ。お狐様？知らないの？じゃあ動いたぞ今。ちょっと待って、今動いてくれ。知らないの？お姉さん、遅れてる。ははは、しょうがないな、私がお姉さんに教えてあげるよ。お狐様っていうのは、ここに住んでる狐の妖怪だよ。桜町の、めっちゃ動いてんねんな。桜町の守り神、なの。だからみんな大切にしてるの。妖怪が守り神なの？うん、尻尾が9本あるって、綺麗な、狐なんだって。すごく気まぐれで、すっごくわがままな妖怪らしい。めっちゃ動いてんねんけど。この町のことが大好きで、いつも見守ってくれてるんだよ。この町が平和なのは、全部お狐様のおかげなの。だからね、私は毎日神社を掃除してるんだ。へえ、偉いね。私、お狐様が、好きだもん。きれいにしてあげなくちゃ。どうやらお狐様はこの町の人に愛されてるようですね。うん、そうみたいだね。いろんな話が聞いてよかった。これでファンクラブの方々にも教えることができますね。それではそろそろ小学校に戻りましょうか。これ関係ないな、多分な。これ動いてんのな、これ多分。これ動いてんの全然関係ないわ。めっちゃ動いてるやんと思ったけど、関係なかった。うん、ストーリーと関係なかった。ただただ妖怪スポットで動いてただけやった。うん、これで進むんか、ストーリーが。どうなんだよこれ。あー、どうだった、先生の好きなもの分かった？うん、調べてきたよ。あんた最高ね。それで何が好きなの？ね、先生は稲荷神社に興味があるらしいんだ。稲荷神社、お狐様って呼ばれる、桜町の守り神がいるらしいんだけど。鈴木、もう分かりにくいなこの名前。誰やねんこの名前つけたやつ。鈴木本家ちゃん。ちょっと誰やねんこの名前つけたやつ。クソ読みにくいわほんま。その話僕に詳しく聞かせてくれないか。あ、やばい、クイズしまった。俺ヘイト向いてまんや他の女子の。なるほどね。はい、お狐様は町のみんなに愛されてましたよ。いやいや本当にありがとう、いい勉強になったよ。昔から地域文化ってやつが好きでね、よくその手の本を読むんだよ。お狐様のことも本を読んで知っていたんだけど、鈴木本家ちゃんみたいに、詳しくは知らなかったな。そうだったんですか、先生に話せてよかったです。そうだ、鈴木本家ちゃん、この話は知ってるかい？お狐様はこの学校の屋上がお気に入りなんだってさ、夜になると現れるって噂があるらしいよ。そうなんですか、そんな噂初めて聞きました。鈴木本家ちゃん、夜になったら屋上まで行ってみませんか？もしかしたらお狐様に会えるかもしれませんよ。はは、そんな簡単に会えないって。来たー。よし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 。これで生きるようになったと。じゃあ、屋上着きましたよと。で、いるんでしょ、ここに。これセーブしといた方がいいかな。一回前でセーブしとくか、ここでな。よし、OK。あ、どうなるこれ、戦うんかな、強制、多分一日一回バトルやから、これ。話すだけな、一回。キュービー、なんでここにいるの？なんでて、お狐様だからに決まっているだろ。失礼だな、そんなに驚くことかい。むしろ僕は60年経っても何も変わらない君に驚いてるけどね。ああ、いや、これにはいろいろと。まあいいさ、それで僕に何のようなわけ？別にこれと言ってようわ。久しぶりに再会だっていうのに、なんだいそれは。全く君たちも暇人だね。あ、そうそう、それなら僕の相手してよ。まあ僕も暇で仕方がなかったんだよ。君たちなかなか強かったからね。60年前から叩き潰しかけてうずうずしてたんだよ。じゃあそういうことで言っちゃうよ。ちょっと待って。あぶねー。これどうなん？もうなんかこの辺さ、いやそうよな、めんどくせえ。もうこれまた明日にやらなあかんじゃん、もう。この仕様やめてくれ、めんどくさい。これ、釣られたろ、お前と同じパターンやん。めんどくついよ、なんじゃこいつ。なあ、これ、釣られたろ、お前と同じパターンやん。マジめんどくさいねんけど。うわぁ、めんどくせえ。これ、マジ現実時間の明日になるんだ、これ、まだいけへんやつだよ、これ。もう、いいって、それ。めんどくさいよ。マジめんどくさい。マジか。危ね。向こう、ちょっと危ない。こうしよう。待たなあかんねんな。待たなあかんのがちょっとめんどくさいのよ、ほんまに。煉獄の術強すぎやろ。なんでこいつこんな煉獄の術強いの？こっちらコマさんやぞ、お前。
ジかこれあれやで、今日これ一回じゃなかったことになるから、マジ現実時間の明日からじゃないと戦えへんてつ。すごいすごい、なかなかやるじゃないか。まあ悪くなかったよ。これから暇な夜にここに来な。もうやや、めんどくせえマジめんどくせえ、何日かかんねんこいつら。おっしゃ、じゃあとりあえず釣られたろうまるをやりますか。とりあえず釣られたろうまるやりますか。ちょっと待って、これ来たんじゃね。いやいや見事じゃ、さすがわしの喧嘩仲間じゃ。ここまで見事に負けちまうとは。よしこれから、あーやった30分ぐらいかな、やっと来たわ。やっぱこいつ、やっぱボスはミニチュアになんねんな。うん、可愛くなんねんな。おーっしゃー、いいね。よしよしよし、本気妖怪ちょっと集まってきたよマジで。よし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 、驚きましてね、まさか友達になれるとは。なんと心強い味方でしょう。これからもよろしく頼むぞ。うん、よし来た。あ、で一回だけなんや。でもこれで出てこへんくなんや。なるほどね、ほえー、おっしゃ。で次はね、まあキュービはねもう無理なんで、今日ラスト、今日行けんのが多分大釜かな。うん、でここセーブできんのか。大釜ねんけど、大釜ってここら辺に、あでもここあれか、キュピンがいるか。そうそう、ここにいて大釜で、こいつはなんかクエストをクリアすると仲間になってくれるらしいねんけど、仲間にすんのに何かしらの集会がいるらしい。だから一応セーブしとくわ。よし、じゃあ行くか。お、鈴木、鈴木本気じゃねえか。この間お世話になったな。うん、久しぶりだが、これもまた運命、俺たちの運命かもしれねえな。こんなタイミングでもう一度お前と会えるなんてよ。え、何か起きたの。まさかまた本家と元祖で大喧嘩を。あ、そうじゃねえよ。相変わらず部下たちの間ではちっちゃい喧嘩あるみたいだが、そんなもん大した問題じゃねえよ。けどな、もっと深刻かもしれねえぜ。な、鈴木。俺の民を聞いてくれねえか。ほう。大胆不敵本家大将。レベル75、高いね。うん、それで一体何が。つまりな、ちょっと長くなるけどいいか。俺たちの大戦争が終わった後、妖怪の歴史を調べてたんだよ。二度とあんな喧嘩しねえようにな。うん。そしてたどり着いたんだよ。伝説かつ究極、そして至高の宝。ほう。お、そのものが、かつて誰もが望み手に入らなかったという宝。そのも、天地まんじゅう。ちょ、もう、まんじゅうから離れろや。なんでそんなお前らまんじゅう好きやねん。天地まんじゅう？またまんじゅうですか。まんじゅう甘く見んじゃねえよ。普通のまんじゅう一つありゃ、大戦争にな、ね、大戦争にまでなるもんだろうが。大げさすぎ。けどな、俺たちまんじゅうを超える至高のまんじゅうがあるんなら、俺たちはあんな大戦争を起こさずに永遠の平和がやってくるかもしれねえ。でもな、逆にそのまんじゅうのせいでまた大戦争になることもある。あー、なるほどね。それをね、取り合ってみたいな。てか、お前ら、別にまんじゅうを取り合ってたわけじゃないやん。なんか、腰やんか、粒あんかみたいな喧嘩して。でも、そんなまんじゅうどこにあるの？天地まんじゅうは、天も地も揺るがす、幻のまんじゅう。この世ともあの世ともつかぬ場所、そこにあるらしい。どこ？天国か地獄か、そんなとんでもねえ場所な、何それ？天国か地獄？お前らその天地まんじゅうを探し出してほしいんだよ。いけるか？うん、わかった。大変だけどやってみよう。しかし、影になる情報は天国か地獄。あれか？え、無限地獄？そうだね、でも、大釜のためにやらないと。鈴木、本気ちゃんは、皆さんの争いを止めたどころか、あの貝又司祭も退けたわけですしね。あは、まあね。よっしゃ、お前だけが希望なんだ。じゃあ頼んだぜ。え、ちょっと待って、これ、あれか？無限地獄行かなかのか、もしかして。
来た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 天一饅頭や来た。あ、結構早かったわ。もっと時間かかるまでと思ってたけど30分ぐらいかな。天一饅頭来た来た来た。じゃあこれで一回もう一回過去のあの平原戻るわ。これを大釜に渡せばいいんか。なあ鈴木本家どうだ、天一饅頭は見つかったのか。鈴木本家ちゃん、ほら手に入れたじゃないですか。無限地獄と阿弥陀極楽の駆け回りようやく手に入れた饅頭、早速大釜さんに渡してたっぷりと監視されちゃいましょう。しゃ天地饅頭です。ちょ待てよ、これマジか。はい、天国と地獄を駆けずり回って手に入れた天地饅頭でございますよ。すげえ、このブリリアントの輝き、このフォルム、これはもう味わうしかねえ。え、饅頭食べちゃうんですか。これ食っちゃっていいの、これ大丈夫か。これなんかあれ戦いそうやな。今から一つしかないんちゃうこれ。あ、でも激レアつってたから別に他にもあんのかな。ぐわー、どうしたの。その反応、もしやその饅頭かカレー。やっぱり天地饅頭の中身は激辛饅頭、天も地も揺るがすって、そういう、あ、そういうこと。ぐおー、この辛さ最高じゃねえか。え、最高なの。あ、たまんねえよ、この地域最高だぜ。ちょっと落ち着いてくださいってば。テンションマックスだぜ、ぐおー毎回こういう戦う系でゴリ押しような、なんか気合でいく。あ、広いし、なんか気合できよるような毎回。まあ、どれぐらいかな。でもレベル75ぐらい推定。狙われやすくなる。ああ、そういうのを持ってんやん。まあ、大釜からやるかこれ。どうやこれ。大釜って妖術系なんかな。めちゃくちゃ、俺別に鬼殺しは別にそんな狙われやすくしてないで俺。なんで鬼殺しこんな狙われてんの。これ地技でいいや。地技で、コマ 3S の、あいつの方が、こっちの方が早いんや。相手おっそ、あいつ。大釜死んだぞ。おい、大将死んだぞ、お前らの。ええんか。大将死んじゃったけど大丈夫っすか。もうザコしか残ってない。なんでこんな鬼殺し狙われてんの。まあいいけど、勝てるから。なんでこんな鬼殺し狙われてんの。なんか真ん中が狙われやすくなるとかあんのこれ。よくこっち。はい。ふう、はあはあ、大丈夫。ああ、俺のテンションちょっと上がりすぎちまったぜ。いや、ちょっとどころでは。実はな、俺はな、甘い饅頭より何よりも辛いものが大好物なんだよ。そうだったんだ。だが最高の辛さで覚醒しまった俺さえも、ぶち止めしちまうなんてね、な。そういうので覚醒しちゃうんですね。おい、鈴木本家。お前たちの力、マジもんだ。まあ、改めて言われるほどでもないですけどね。ここまでテンション上げてくれた例の意味もあるんだが、改めて願うぜ。俺の力役立ててくれねえか。え、それってもしかして友達妖怪になってくださると。ああ、そういうことだ。どうだ、俺の力じゃ不満か。うん、大歓迎だよ。きたー、大釜。これで残り9尾だけや、本家マジで。オッケー、こいつの名前我慢中ね。はい、きたー。よしいいねー。オッケー、じゃあ続き本家改めてよろしく頼むぜ。うん、よろしくね、大釜。よっしゃ、あとはマジで9尾だけや。でも9尾強できんから、おいおいやろ。おっしゃー、ラストの9尾取りに行くか。ちょっとな、よし、これでね。でもおでんがないのがちょっときついよな。うん、おでんがないのよ。だから好物あげれないよね。うん、一番マシおでん。あ、え、どういうこと。なんで、え、意味わかんない。え、どういうこと、どういうことや。え、なんで使えへんのん。え、確定。え、絶対ちゃうくない。確定やったら、だってこの前のストーリーの時になってるはずやな。え、どういうことや。え、どういうことや。ちょっと意味わからん。え、どういうことや。あれ、確定やったらこの前のストーリーの時になってるはずやねんけど、仲間に絶対。え、どういうこと。え、俺この前やったよな。この前一回倒したよな、多分。え、俺倒せてなかった。いや、この前一回倒したぞ俺。
は？そういうことや。わかんねえ、マジでわからん。あ？あれこの前倒せてなかった、あれ俺倒してると思ったけど倒してなかった。クエストだけクリアしたパターン。まあこのこの後のあの会話聞いたらわかると思うわ。え、確定じゃないよな。でも悪くないんだけどね。どうも今の君たちに魅力を感じないんだよね。もっと僕を気にさせるような性に戦いを見せてくれよ。え、やっぱそう、え、これもしかしてアイテム投げへんのか。だって来た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 、クッソ適当に連打したら来たわ。あー、やっと来た。よっしゃー、おっしゃ、これで本家の妖怪全部ゲットできた。おっしゃー、よっしゃ、これをですねちょっと今から真打ちに全部送りますわ。はい、あっしゃー、それじゃあね、ちょっと見ていこうか。ね。本気妖怪を全部捕まえましたと。まあ、でもそんなおらんねんな、言うて。あ、これあれやな、本気から、正宗持ってきたんよ。うん。正宗がね、なんかおったんよね、本家の方に。俺いつの間にか作ってたんよね。だからこっち持ってきたわ。んで、本気妖怪は、はい、キュービー。まずキュービーです。はい。キュービーが一番時間かかったかな。こいつアイテム使えへんかったし、屋上で、つつくもできひんし、あ、ちょっとだるかった。うん。まあ、でもそれぐらいかな。次。大釜。大釜はな、なんかなんていうっけ、天地まんじゅうか。天地まんじゅうを、取るのがちょっとめんどくさいって聞いてんけど、そんな言うで時間かからへんかったな、天地まんじゅう。しかも天地まんじゅうゲットしたら、確定で仲間やってくれるから、そんなに大変じゃなかった。はい、次。次は？次どこや？次は、これなんや？あ、馬か。あ、でも言うてそんないい頻度か。あれ、あの4体ぐらいやから。あ、これや。はい。釣られたローマル。釣られたローマルも、そんなに難しくなかったかな。うん。全然難しくなかった。はい。で、ラスト。ですね。どこや。ごめんっす。はい。まあ、言うてたった4体なんですけど、これでもう本家は、全部、ゲットしました。本家限定妖怪は。なんで次、元祖やっていこうかなと思います。元祖もね、同じ数やってんよ。確か、元祖の野良妖怪が、何体やってっけな ?5 体ぐらいじゃなかったかな。元祖の野良妖怪が、1、2、3、4、5、5体か。5体。簡単に手に入るのが5体。で、進化を合わせると8種類。で、レア妖怪が、4体やな。
同じ感じで、はい、土蜘蛛、オロチ、三つ股の地、ジバニャン S、 この4体がレア妖怪、うん、で迷い車、クサクイ男、ムカムカで、ウソ、のっぺらぼう、この5体が、野良の元祖限定妖怪なんで、計12体か、はい、12体なんで、もういよいよやね、これあともう結構ほんまに埋まってきたなって感じするわ。ほんまに埋まってきたわ。ああほんまに埋まってきた。いよいよだって元祖限定妖怪をゲットしちゃえばもうあとは全部真打ちだけで収まるし、多分レジェンドも何体か解放ってほぼできるんじゃねえか。え、レジェンド全部か、あ、全部は無理か。多分ほぼ解放できると思うねんな、レジェンドも。うん。これなんやろ。あ、これも元祖やった時に、暴露バー手に入れたりし、これも多分キュービーがいるから、多分これ、こっちのあの、ここのラスト1個はオロチやね。うん。で、ここはちょっとわからへんけど。うん。で、ここも1個激ドラゴンがいて、みたいな感じだから、レジェンドももうそろそろ解放できるから、本当に近づいてきたね。終わりが見えてきた。大事点に関しては。で、友達ブックは、ちなみに、87% か。多分これ元祖系の妖怪を全部捕まえて、やっと 90% になるのかなって感じやな、多分。いやー、結構長かったけど、ほんまに終わりそうやわ。